俺はね、ブラハの方が、あー、いや、わかんねえ。どっちがいいんだろう。パスとブラハでしょ？どっちがいいんだろう。どっちがいいんですかね。俺、ブラハだと盛れるんだけど。ハボックの資金、ブラハの資金の同じ値段でしょ。そうだね。どっちも1800だから、1800円だった。で、クラフトメタルが2400円でしたね。で、パンダが2500円か3950円ぐらい。まあ、いいね。いつも通り。いいね、このね。ダイヤプラチナ俺っていうね。あ、いいっすね。これ、いつも通り。あ、いいですね。で、相手はプレデター、プレデター、プレデター。あー、素晴らしい。あ、なんかいつも通りって感じするわ。実際そうじゃない？なんかさ、RP とかでさ、なんかこう、削られる感覚がないとさ、面白みが、俺感じれない体になっちゃってる。味方あそこ行こうよ。俺に任せてもいいよ。圧倒的すぎる。ちょっと俺一つ考えたのが、俺、もろうもろう言ってたじゃないですか。もろうもろうやりすぎると、心が疲弊して死んじゃうんで、ちょっと、俺、あれします。適当にやります。味方、俺がジャンプすれば、あそこ飛んでってあげたのに、誰もいないよ。なんでプラチナの人自分で飛ぶの？俺にちょうだいよ。わけわからん。ちょっとね、あれ飽きるわ。あのモード飽きるわ、俺。ちょっと俺の中では来なかったな。楽しさが分かんなかったな。被らせないからさ、俺が飛べば。6956580っていうさ、オルタネーターでボコボコにしてるやついいんだけどさ、大丈夫かな。こんにちは。こんにちは。なんかびっくりした。来た！うおー、かっこいい。怪しいよね、絶対。ここ登れないんだ、残念。こっち登れんのか、こっちか。この俺がフリーなとこ、ってね、スキャンして、多分この上にいる。いるね、オッケー。あ、降りちゃった、最悪。ん？味方！ついてくるな！俺が射線広げてる意味ねえからついてくんじゃねえ！頼む味方、ついてこないでくれ！なんでそいつ肉30に入ってるよ。殺して殺して殺して。え、こいつ硬っ。危な、危ねえ、マジで。味方ついてこないでくれ。こんにちは、こんにちは。ここではついてこねえんだよ。こんにちは、こんにちは。29ダメージ勝てない、これは。ダメだ、ガチの初心者だ。無理だよ。かわいそうに、こんな地獄みたいな環境やらされちゃって。まあいいだろう、いつも通りさ。こんにちは、配信ありがとうございます。こんにちは。お、敵が追ってこないぞ。いいね。あー、でもこれはね、ちょっとね、勝つの難しいって分かっちゃいましたね、もう今の戦闘で。理由としては、すげえ簡単なんですけど、超絶肉のパスファインダーに29しか与えないで負けちゃったんで、ちょっとこれまずいっすね。 DY。 勝つのは難しい。ありがとうね。だけど勝つのは難しいぜ。こういう時どうやって勝ちゃいいんだろう。難しいなぁ、マジで。まさか一人になってると思わなかったなぁ。難しいなぁ。考えよう。この状況で勝つ方法を考えよう。あ、紫ヒルドある。もらおう。俺は諦めで、この状況でも勝つんや。赤い。考えましょうじゃないか。俺はこの状況でも勝つんだ。全員殺せばいいんだけど。ね、生き残る。むずいな。そうなんだよね。そう、あの状況であんなことになってたってことは、でも一応救いがあるのは、味方がちゃんとアビリティっていうか、ウルトはたくから、そこがかなりでかいな。でもウルト耐えてくれるのは相当でかいから。 Why do you always use Havoc? Because I love Havoc and strong です。 Very strong. I think that. I think thisThis gun is strongest. まあいいや。もうそこら辺は多分、大丈夫ですよ。ハボックね、俺的には一番強いと思ってる。そんな気がする。一番強いと思ってますね、一番。オールウェポン。
ストロンゲストインオールウェポンとかそういう感じなんかな。あ、でも漏れそう。このまま舞台が全員減ってくれれば全然プラスになるぞ。あちい。絶望的と思いきや、プラス5ぐらいは漏れそう。神。そうなんですよ。ハボク神。ハボイス神。ゴッド。いやー、完璧だ。天才だ、俺。ジーニアスだ、ジーニアス。赤シールドっすね。勾配見えないっすね。他は登れるのかな、これ。あ、登れるんだ。これはいいこと覚えたぜ。ブラボー。みんなで学ぶ英会話配信できそう。できそう。俺は今少しずつね、英語を学んでるんでね。使えそうな英語は勉強してるとか学んでいる。いや、でも難しいな。ピクミンすぎても難しいし。いや、マジでどうやって難しいな。スコープ消滅してんかもしんない。マジで見えねえ。なんか欲しいぜ。あ、さすがにいかないと思うけどな。当たんな。ああ、マジか。マジかよ。一人も落ちないのか。マジか。1V2 してもダメか。むずいな。こういう時マジ難しいな。全員殺すしかないんだけど。マジむずいな。残念。Havoc is good with turbo, but I feel without turbo, somebody is strong against. But you are good at recoil control on Havoc 2, so very strong. Yes, yes, yes. その通りでございます。ナイファイ、むずいね。97ダメージか。だから、あの状、むずー、どうすりゃいいんだ。ああいう時、ああいう時マジで勝てねえな。ナイファーイ、ダメージ。足りない。ナイファーイ。ちょっと、ああいう時マジ勝ち方わかんねえな。あの状況で一人も落ちないってのがやばいな。フォローありがとうございます。そうなんだな。そう。せめてパスと 1V1 させてくれれば全然ワンチャンあったかもしんないけど、あの状況で 1V3 だからな、俺。よくわからん。My recoil control is God. Genius. Practice してね。未だに、ね、解明されないんだよな。そう、あの状況で敵のシールドが割れないってのがわかんねえ。そうだから、その視野がせめてゴリゴリ削れてたらよかったんだけど、あの状況でね、シールドが割れないってのがわかんねえんだよな。そう、ずーっとね、解明されてない謎ですね。ハードは。どうして、どうすればいいのかがわからん。こんにちは、こんにちは。ゼロダメージの味方が来てしまった時に、マジでな、勝ち方がわかんねえんだよな。敵が一人とかだったらまだワンチャンあるし、でも俺のお手ってまだ温まってねえからな。まだきついぜ。確かに、どうやってプラチナ1まで来てんだろう。いや、でも、俺はプラス21だった時に、多分あの人はプラス90とか食らうんで、あ、食らうってか、もらうんで、確かに、もらおうとも漏れるのかもしんないね。すげえ時間はかかると思うけど、今日もね、私脱力系でございます。今ね、ものすごい脱力しながらゲームしてますね。これがマジで強いんじゃ。強いんだけど、その脱力を持ってしても、まだ手が温まってない状態で、全員ぶっ殺すってのが、マジで難しいですね。フォローありがとうございます。脱力するとね、めちゃくちゃね、滑らかにエイムできるんですよね。そう。実際多分これ、腱鞘炎対策にもなる気がするわ。これだったら。多分。味方怖えな。一応取るだけ取っとくか。あとは敵の動きをしっかり見るぐらいかな。やれることっつったら。あとハボック。いやー、かっこいいな。こんばんは。こんばんは。私めちゃめちゃ考えてる。アイアンサイトはね、いや、変わんねえんじゃね？多分。どうなんだろう。なんかドラゴンみたいなやつ、あれ見当てやすい気がするか、でも。確かに。あいつ、いい気がする。敵があんま消えづらい気がするな。今回のバトルパスでもらえる、なドラゴンみたいなやつ、あれ結構いい気がするな。実際どうなんだろうね。見た目好きすぎて使うけど。なんか先っぽに変なのがついてて、乗っけたって言ってるやつあったら、あ、マジで。いや、先っぽついてないんじゃないか？見た感じ。見た感じは気になんないな。どうだろう。別に、
なんかあるようには見えんな。だよな、プラチナの子が来ちゃうのは仕方ないことだからな。その状況で勝つ方法を考えたいな、マジで。いや、多分それじゃないかな。難しいんだよな、この脱力。脱力しすぎちゃう時があるんだよな。お、俺の来る位置がバケモンすぎて別派と勘違いしたぞなんか結果往来。ナイスやべえ、俺のアボックやべえ、マジでガチやべえ。シュイーン、ジャタタタタタ、120ってやばすぎる、マジで。うますんげんです。ビームですね。フォローありがとうございます。自画自賛していくスタイル、これマジ大事なんですよ。俺すげーって言っていくと最強になります。みんなもやろうな。ガチ強くなるから。なかなかね、そう、自分で褒めるって、ね、すごい大事なことなんですよね、実は。絶対疑われそう。こっちにもいるわ。この右に打つことによって相手にいるってことをアピールしたい。お、オッケー。自信にもつながる。そうなんだよね、マジで。オッケー。始めた。いいぞ。まあ戦え。ん、もうぞ。うん、大丈夫そうですな。こんばんは。危ねえ。こいつら反応いいな。なんかその一言だけ言ってどっか行っちゃったから、だからもうあれだよねよし言ってやったぞみたいな。うますげー、素晴らしい、つえ。いやー、ソロランとは思いませんな。溶かしてやったぜ。いや、相当強気だった、でも。いや、素晴らしい。私のハボックの前ではね、無理っすね。私は脱力方式を試すようになってから、OEM 人間超えたからな、マジで。マジ、ノータイムで合わせられる。ほぼって言った方がいいな。ノータイムだと、多分、え、ノータイムじゃないっすよって言われちゃうから、ほぼだ。にしても、面白いなー。やっぱ APEX いいわ。神ゲーだわ。無力よ。ハボックが一番強いんだ、このゲーム。もう打ち始めちゃったら負けねえってのがやばいわ。とりあえず。そこが強すぎんだよな。で、打ち始めちゃったら負けねえってことは、タボチャつけたら、もう終わりよ。
マジで。マジ終わりよ。ナイスー強すんげ。恐ろしい。しかも、こっからあと2段階進化ありますからね。青、紫って。白マグでこれってやばいな。How long have you been streaming? Do you mind answering personal question? 全然、全然 OK ですよ。何年前ぐらい ?1 年前ぐらい?やあ、こんにちは。こんにちは。2年前ぐらいかな。I have been streaming since last 2 years. かな?普通に2 years とかでいいのかな?それとも2年前からやってるよじゃなくて。あ、4年前か。4 years ですね。Since 4 years. Last 4 years.こんばんは、こんばんは。来すぎ、来すぎ。やべえ。このゲーム音聞こえねえから助かった。あぶねえ。真横の人になぜかバレなかったぜ。プロモナード付近はもうやばいな。終わるな、やると。もうダメだな、これ。多すぎてどうしようねえ。いたんだけど、このゲーム、園外だと音がほぼ聞こえないんで、全然突破できる。このゲーム最強だから、裏目をついた。このシステムをね、利用してやったわ。逆に聞こえないっていう。特に銃声鳴ってるとかだと、もう無理っすね。あ、こっちでいいか。はぁ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 。てか待って、スモークのせいで俺絶対これ詰められる、俺一人で。なんか始めたぞ。素晴らしい位置にシアウルトを投げてくれるじゃないか。それ壊すよん。ハボックねー。お前強いよー。マジで強いよ。どの距離感でもね、ぶっ殺せるんだよね。超絶近距離になると、ちょっと当倍じゃないときついから、ぶっちゃけ慣れた方がいいの当倍な気がするわ。フォローありがとうございます。ユーターはワンされてねえのか。いつも通り8時ぐらいになったらもう、ワンサカ祭りなんだろう。残念。まあいいだろう。チーターなんていたってね、漏れるんでね。わかんねえけど。知らんけどってやつだね、完全に。サーバーのね、名前はね、言えないんですよ。なぜかというと、ゴースティングされちゃうからっすね。どこサーバーか言うことはできないです。だけど、結構近距離ってことは言っときます。でも、どこのサーバーかは言えねえんすよ。そうなんだよね。サーバーとプレボーダーはね、基本ゴースティングなんだよな。ゴースティングされちゃうか。されちゃうんだよ。だから、言えねえんじゃ。
シュンシュン性ですね、シュンシュン性。サーバーは。スライディングジャンプ後にたまに止まるな。なぜだろう。入力がバグってんのか。まだ止まった。まず、サーバーがゴースティングなんですけど、プレボーダーはなんでゴースティングかっていうと、ボーダー勢を倒すのに生きがいを感じてるんですよ、ゴースティングって。ボーダー勢。あ、落とし合ってる、勝った。じゅじゅーっと。プレボーダー勢を殺すのが好きだから、彼らは。ナイスー。ちょっとこのローバ強かったな。大丈夫か今。俺ヘッド7発もらったぞ。多分。このローバちょっと強いぞ。ちょっとてか相当。今の腰打ちで俺死にかけたぞ。じゅじゅー。うますんで。コントローラー。いや、まだいける気がする。でも、ちょっとあれかな。左スティックのところにエアダスターぶっ込んでみるわ。プシュって、ちょっとだけ。ちょっと怪しかったな、あのローバー。立ち回りからは想像できないキルリーダー。ナイスー。フォローありがとうございます。ちょっとエアダスターでブシブシやってみますわ。ナイスー。